CBS イブニングニュース CBS イブニングニュース CBS イブニングニュースはアメリカ CBS ニュースが制作し CBS ネットワークで放送されているニュース番組1948年に放送を開始した放送時間は平日版は午後6時30分から午後7時 ETPT 日曜版は午後6時から午後6時30分 ETPT ポッドカストで 無料配信されている。1948年5月3日、CBS ラジオ出身のアナウンサー、ダグラス・エドワードがアンカーを務めるニュース番組、CBS テレビジョンニュースが放送を開始する。この番組は後に、ダグラス・エドワード・ウィズがニュースとタイトルを変え、これが、CBS イブニングニュースと一般に呼称されるようになった。番組は年代半ばまでは、 公表を得ていたが、1956年、NBC が同時間帯で、ハントリー・ブリンクリー・リポートの放送を開始したことにより、視聴率が低下する。その結果、タグラス・エドワード・ウィズ・ザ・ニュースは、放送時間の変更を余儀なくされた。1962年4月16日、ウォルター・クロン・カイトが2代目アンカーに就任し、1963年9月2日、 番組名は正式に CBS イブニングニュースと変更される。ジョン・カイ・ケネディ大統領時代の1960年代、クロン・カイトは NBC のハントリー・ブリンクリー・リポートに劣っていた番組視聴率を就任後トップに引き上げた。クロン・カイトの真摯な報道姿勢はアメリカ国民の70%以上から支持され、クロン・カイトは別名大統領よりも信頼できる。 ニュースアンカーと呼ばれるほどであった。クロンカイトの存在が、この番組の前世紀を築いたと言える。CBS イブニングニュースは、その日1日に起きたニュースを、スタジオからメインアンカーがまとめて放送するという形式を、初めて採用したニュース番組であり、現在、この方式は、世界中のテレビ局で採用されている。そのため、この番組は、他のニュース番組と比べて、 歴史的に特別視されている。ベトナム戦争について、クロンカイトは当初は客観的な立場からの報道を続けていたものの、南ベトナム解放民族戦線による南ベトナムへの攻撃、デト構成が起きると、1968年2月に民主主義を擁護すべき立場にある、名誉ある、アメリカ軍には、これ以上の構成ではなく、 むしろ交渉を求めると厳しい口調で発言。ベトナム戦争継続に反対を表明し、アメリカの世論に大きな影響を与える。クロンカイトの発言を聞いた当時の大統領リンドン・ジョンソンは、クロンカイトの支持を失うということは、アメリカの中産階級の支持基盤を失うということだと嘆いたという。その後、保守派の多くもベトナム戦争継続に会議的となり、 ジョンソンは再選を目指す1968年アメリカ合衆国大統領選への立候補断念を発表するに至った。1980年2月14日にクロンカイトは番組からの降板を発表し、1981年3月6日をもって降板する。これは CBS の定年退職制度によるもので番組降板後もクロンカイトは CBS や CNN などの特派員や筆活動を通じてジャーナリストとして活動した。1981年3月9日、ダン・ラザーが平日版3代目アンカーに就任。クロン・会イと同様、ラザーも国際的に有名なアンカーとなり、NBC ナイトリーニュースのトム・ブロッコワールドニュース・トゥナイトのピーター・ジェニングスと並んでビッグ3と称される。 全人アンカーのクロン・カイトは番組のエンディングをでは今日はこんなところですという挨拶で締めくくっていたがラザーはザッツ・ザ・パート・オブ・ワールド・トゥナイト日本語訳今世界ではこんなこともありましたという挨拶を使用していた1990年代後半には番組プロモーションの BGM にジーザス・ジョーンズのライト・ヒ、right、ア、right ・ライト・ナウが使用されている年月には サッターアム・フセインとの単独会見に成功するも他のメディアからは利的行為として批判を受けた。合わせてホワイトハウスからもフセインの主張に反論する機会を要求さる。ラザーは CNN のラリーキングライブに出演し様々な批判を受けることは承知の上で私とアメリカ国民が知りたいことを問いただすことがジャーナリストの務めだと考えたため 単独会見を行ったと釈明。会見に際して、不正員側から質問の事前提示は要求されなかったことや、取材における制限は受けなかったこと、すべての取材テープをそのまま持ち帰ったことなど、説明した。2004年大統領選挙期間中、現職大統領ジョージ・ W ・ブッシュの軍歴詐称をスクープして反響を呼ぶが、詐称の証拠とされた文書が偽造されたものであることが、 判明し、番組内で謝罪した。その後の社外調査の結果、報道内容が、公正さと、正確さを書いていたとの結論が出され、CBS は、報道部門の幹部4人を解雇するとともに、ラザーとの番組契約を更新しないことを決定。番組担当開始から24年目に当たる2005年3月9日を、最後に、ラザーは番組を降板する。 当時の一部報道によると、問題の起こる以前から CBS 首脳陣と交番について調整が行われていたという、なお、ラザーは60ミナッツイーへの出演は続けていたが、この番組も2005年6月に終了。2006年6月、ラザーは CBS を退社した。ラザーの公認として、日曜の政治討論番組、ェース・ザ・ネーションホストのボブ・シーファーが、 暫定的にアンカーを担当したが、2006年4月5日、CBS はこれまで有力候補とされていた、NBC のモーニングニュースショー、トゥデ y の女性アンカー、ケイティクーリックが、トゥデ y を5月末に降板し、CBS イブニングニュースのアンカーになることを正式に発表する。三大ネットワークの全国ニュース番組で女性が単独アンカーを務めるのは、アメリカテレビ史上これが、 初めてとされ、注目された。ジャーナリスト経験が浅いクーリックの起用に関しては、賛否両論が起きたが、2006年9月5日に、クーリックが平日版4代目アンカーに就任した結果、視聴率で NBC ナイトリーニュースと ABC ルドニュースを抜いてトップに立つなどして、当初は一応の成功を収める。しかし、懸念が的中したのか、すぐに定位置の 視聴率3位に逆戻りし、前述の2番組に大きく、水をあけられることとなった。2006年から2009年まで、平日版オープニング時に流れる、This is the CBS Evening News with k a t ク（ k i k 日本語訳、ケイティ・クーリックがお伝えする、CBS Evening News の間ですという、タイトルコールは、平日版2代目アンカーであった、クロンカイトの声を使用していた。 2009年7月のクロンカイト制拠後もしばらく使用されていたが2010年1月2日の放送を最後にクロンカイトのタイトルコールは使われなくなった。なお、クロンカイトのタイトルコールが最後に使用された日、クーリックは休日でアンカーは代理が担当していた。2008年7月28日放送分からはハイビジョン制作となる。2011年4月。 一部メディアでクーリックの番組降板が報道される。CBS は5月6日、クーリックの降板を公式に認めるとともに、公認アンカーをスコット・ペリーに決定したと発表。5月13日には番組内でクーリック本人が5月19日放送分を最後に番組を降板することを発表する。ハリー・スミスによる暫定アンカー期間を経て、6月6日、ペリーが 平日版5代目アンカーに就任した。2016年5月、番組のテーマ曲が、ジョエル・ベッカーマン作曲のオリジナル曲へと変更された。2017年5月30日、ペリーの番組交番が一部メディアで報じられる。5月31日に、ペリーの交番が正式に発表され、6月6日には、ペリーが番組アンカーとして出演する最後の放送会が6月16日に、 決定しことも発表された。CBS イブニングニュース交番後も、ペリーは引き続き、60ミナッツのリポーターとして CBS に残留する。2017年6月19日からは、CBS ディスモーニングサタデーアンカーのアンソニー・メイソンが暫定アンカーを務めていたが、2017年10月25日、CBS イブニングニュース平日版の新しいインカーに、 元土曜版アンカーのジェフ・グロールが就任することが発表される。12月4日、グロールが平日版6代目アンカーに就任。土曜版アンカーのリーナ・ナイナン、日曜版アンカーのエレイン・キハノはそれぞれ続投し、番組のテーマ曲も2016年5月から使用されている曲が引き続き採用された。土曜日と日曜日には、 平日版と同様のフォーマットで週末版が放送されている。1971年9月から1975年12月までは同時間帯に60ミナッツが放送されたため週末版が放送されないことあった。2016年5月から番組名が CBS ウィークエンドニュース、CBS ウィークエンドニュースに変更されたがアンカーが交代されたのみで、 フォーマット自体に大きな変更はない。日本ではニュース提携を結んでいる TBS を通じて、以前は地上波で早朝及び深夜に放送していた TBS 以外でも北海道放送、静岡放送など一部 TBS 系列局で2002年から2003年頃まで放送してた。現在は CES、TBS ニュースバードで生放送している。 毎週火曜日から金曜日まで朝の時間帯、いずれも2カ国の放送。また、現地日曜版も日本時間月曜午前11時38分頃から放送されてる。ただし通訳はなし。毎週火曜日から金曜日まで同時間でも再放送される。なお BSTBS BS でも2013年9月27日の放送まで基本的にアメリカが夏時間となる。 年度上半期4から10月のみに限って放送していた11から3月は休止。この間 TBS スタジオからの TBS ニュースバード同時放送が10月1日からの番組改編に伴い BSTBS BS とニュースバードのサイマル放送が4時台に繰り上げられたため終了となった。イギリスではスカイニュースが毎週火曜から土曜まで 午前0時30分から1時までと5時30分から6時までの2回放送している時刻はイギリス時間。NHKBS1 での ABC ワールドニュースには3人、日テレニュース 24BS 日テレでの NBC ナイトリーニュースには2人の同時通訳者がつくのに対し、この番組では1人の同時通訳者が30分通して担当する。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。